家では年末に餅つきをやるん。それじゃあ二手に分かれて始めましょう。俺はつくよさん、くらげさんチームですね。餅つきってエッチだよね。急に何言い出すの。伝統ある行事なのでは。男性を表してウスは女性を表してペッタンペッタン。くらげさんストップ。役割交代しましょう。乱すな赤髪明光。じゃあ行くよ。ペッタンよ。ペッタンよ。やっぱ交代する。心を乱さず。大きい餅が3つも並んでるね。本能滅殺。赤髪は目を洗ってきて。了解で。はい、ありがとうございます。月お姉ちゃんのが良かった。いやいやいや、さて次はミヤさんと神楽さんのお手。おや、ミヤさんと神楽さんはの清掃に着替えてきたわ。お、ウサギは空腹の仏のためにその身を捨て、そして餅つきとはウサギの崇高な魂を身に宿し、これがその清掃よ。餅つき編ですわ。実在するのか。さすがに恥ずかしいわ。止められなかった。なぜ二人羽織。ポロリ対策兼防寒ですわ。かくなる上は赤髪。事態を持ち上げて。赤髪が私を抱きしめて、終わりに私がやれば。バニーとバラされたくなかったらこれを着ろとか。最低。なんで私だけ着ぐるみなの。あん、ウサギたちに囲まれ溢れる煩悩が。ちょっと外してた隙に。一体どういうことかな。苦行。こんな苦行聞いたことないけどな。